次はドラコちゃんオープンね。はい、今餌食べて出しますね。はい、ドラコちゃん出といて。はいはいはい、よっしゃ、ドラコちゃんオープン。まあこれ今日もここ開けてたので、これがあどうでしょうね、これが後で入ってきてるね。あ、閉めといて。好きやねドラコちゃん、これだいぶ好きだね。ドラゴちゃん専用を詰めてね、子供も好きなもの。これでよいしょ、これでね、あかんようにしとくんですよ。でここもね、いつでも入れるように、ね、この足止めとくんですよ、ね。はい、ドラゴちゃんの子ダメ、それ噛んだらあかんの。はい、まあ遊んどき。まあもうちょいしたらね、金曜日、下のね、みなしごハッチも、病院連れていくんでね、ここにね、誰か言うてたというね、ここで遊ばしますね。みなしごハッチはハッチで、下で遊ばしてるんでね。まあ喜んで遊ぶんちゃうかな。検査だけね、ちゃんとして。ね、みなしごハッチ連れてきます。まあこの頃はもうね、まだ検査まだ言うてもまだやねんけどね、もう、できるだけ早いことね、連れてきます。まあ、一応予定してるのが19日。19日にね、子供5匹ね連れていくかなと。まあ予約届かなかんけどね、先に。こんな感じで、もっと賑やかやろね、みなしごハッチの方が来たら。親は検査してるからね、大丈夫だと思いますけどね、異常はないと思うけど、まあ、下の子はね、親がどんな親かわからんからね、問題あったらあかんからね、別にしてるんやけど。まあワクチンだけはね、早いことね、打つようにね、していかんと。下の子は特にね、早いことせんと親離れしてるからね。こんな感じです。はい、ドラコの子でした。